ボイコ・ボリソフ党首ヨーロッパ発展のためのブルガリア市民はブルガリアの中道右派の政党を2006年12月3日に結成された公式な党首はソフィア副市長を務めたツベタン・ツベタノフであるしかし実質的に党を指導しているのは2005年にソフィア市長に就任したボイコ・ボリソフである2006年の党結成に先立って同じジャーブの名を持った 非営利団体が作られ、後に政党へと改組された。2007年1月、そして2007年2月、ジャーブは支持率調査で14%程度の支持を集め、25%で首位となったブルガリア社会党に次いで2番目に人気のある政党となった。ジャーブは犯罪や汚職と戦うこと、社会の基盤を成す過程を守ること、そしてエネルギー源の自立を、 優先課題としている。ジャーブは2007年、ブルガリアでは初となった欧州議会選挙にて勝利を収めた。ジャーブは投票総数の21.69%に相当する419,301票を集めて5人の欧州議会議員を欧州議会に送り出すこととなった。ジャーブの議員らは欧州議会における政党連合、欧州人民党、 民主主義グループの欧州人民党に加わった。2007年6月6日、ジャーブは公式に欧州人民党への加盟を決定した。ジャーブは2008年2月7日、公式に欧州人民党に加盟した2009年7月5日、国民議会の人気満了に伴って実施された国民議会選挙でジャーブは与党のブルガリアのための連合に大差をつけて第一党と、 なった。しかし、単独過半数を確保するには至らなかったので、極民族政党のアタカ国民連合と、格外協力協定を結び、7月27日に行われた国民議会において、ボリソフ首相候補と新内閣組織、閣僚リストを賛成多数で、可決承認し、初のジャーブ内閣が正式に発足した。以降、ジャーブは、 総選挙で勝利と退場を繰り返し、ボリソフ自身も2021年までに3期首相を務めている。2021年4月以降は民主勢力同盟との連合。ありがとうございます。